すげえ。叩き切れ、それがお前の願い。そうだ、これが僕の願い。こいつはフィオルンを、陛下を、僕らのふるさとを。君は君のモナドを見つけなくちゃいけない。いいのかい、それで。ちっぽけな餌じゃよ、お前たちの言うところのな。俺たちに勝つためには人殺しも辞さないってか。エギル、エギルを悲しみの連鎖を手を引き下がっていた。お前たちを壊し尽くすまで、うん、私は戦う。メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ、だからこそ共に生きていきたいと願っていた。ここに響いた。私にはわかる。メイナスと共にある私には。違う、これは僕の願いじゃない。シルク、なぜ手を止めた。切ればお前の悲願も達成できたろうに。忘れたよ、そんなの。忘れただと。僕らもあなた方も受けた痛みは同じだって気づいたんだ。ならあなたを切る理由は僕にはない。お前にはなくとも私にはある。知ってるよ、でも僕は切らない。今ここで私を切らなければ、いずれ私の剣がお前の同胞を切り裂くことになろう。それでもか。僕にはあなたを切ることはできない。でもその剣を止めることぐらいはできる。あなたと分かり合えるまで何度でも。お前はそこまでモナドを使い、それでなおお前であろうとするのか。かつて鬼神界と巨神界は手を取り合い生きていた。憎しみもわだかまりもなく、互いの存在を認め合っていた。エギルよ、なぜ我々は生まれてきたのであろうな。哲学か。あいにく私はその類の問答は苦手なんだ。考えたことはないか、この世界の外には何があるのだろうと。世界の外か。メイナス様から、この世界には巨神と鬼神と、あとは尽き果てぬ海原しかないと聞いたことはあるが。その外にあるものだよ。我らはまだ幼い。創造主であり大地でもあるこの巨神と鬼神から離れて生きてはいけない。だがいつの日にか我らの血に連なる者たちが何者にもすがることなく自らの足で立ち、意志の力で外の世界へと巣立つことができたら。巣立ちか。考えたこともなかったが、それは素晴らしいものだろうな。私はな、エギル、巨神界に生まれた我らと鬼神界に生まれたお前たちと共に手を取り合って見守っていきたいのだ。我らの子たちの未来を。ああ、私もそう思うよ、アガレス。二つの世界の繁栄は
未来永劫続いていくものだと誰もが皆そう思っていた。だがそこにあったのだ、モナドが。モナドは鬼神界の存在を一切認めようとはしなかった。いいな、そもそも己以外の他者の存在を認めていなかったのかもしれない。我が友アガレスはモナドに支配され残座となった。残座となったアガレスは我らにその刃を向けたのだ。教えてほしい。モナドに支配されるとは、残座になるとはどういうこと？モナドは残座であり、残座はモナドである。両者は不可分なのだ。残座は自らの魂の存続のため巨神界の生命をよりしろとする。だがお前は違うようだな。僕は違う？私にはわかる。お前はお前であろうとしている。お前ならば残座の呪縛を立てるかもしれない。それが望みだったのですね、メイナス様。残座の呪縛ってのはよくわからないけれど、今僕にできるのはこれだけさ。また手を取り合えるよね。また？そうか、そうだな。いい加減邪魔なんだよ、小僧が。